きチャンネル。ちょっ、こんにちは。さあ、見るが、見る目があるのは誰だ。防御率ボン。防御率ボンじゃない。疲れてきちゃってんのかな。ね、もう髪髪、髪髪髪マシーン。防御率ボンって何ですか。ボン、ボンして。ボン、ボン。あれ、あれ。はい、ビンバンバンビンバンビンバンバンお疲れですね。ちょっとお疲れ様です。さあ、防御率部門ね、はい、まあ、ここまで、打率、ホームラン、打点、勝ち星やってきましたけど、防御率、はい、まあ、この防御率ね、もちろんドラフト形式で、はい、かぶったら取れますね、うん、で12球団1人ずつ、はい、で規定投球回に到達しない場合はプラス1点になります、うん、で、リリーフ投手は40試合登板しなかった場合はプラス1点、はい、で先発のリリーフも15試合登板しなかった場合はプラス1点、うん、登板数が1桁の場合はさらにプラス1点っていう形で最大3点ぐらい上がるのかな、はい、6人先発、6人リリーフで入れないといけない、はい、でこれがあのシーズン中変わったとしても、うん、それはもう仕方ない、はい、最初の部門でリリーフ6人、先発6人を、うん、で、防御率がだから 1.00 だったら100点ってことです。そういうことか、はい、だからこの1点が増えるっていうのは100点増えるってことだね、うん、はい、でそれで数が低い人が勝ちだね。はい。低い人が勝ち。はい。はい。ちなみに昨年、袴田さんは王の雄大を選んでる。お、すぐ怪我で離脱してますから。でも私、防御率勝ってない？勝ってますよ。私優勝してます、防御率。はい、だから1試合も投げなかった場合は、これで言うと、だから1点プラス、で、1点、だから3点プラスなんか 3.00？ いや、防御率、そう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 です。それいいよね。あ、そう、だからそのルール変えようって言ったんだけど、1試合も投げなかったらっていう。だから、ね、1試合も投げなかったら、はい、マイナス100点でしょうか。マイナス100。マイナス 100？ 10 点でしょうか、10点で。防御率、だから1試合も投げなかったら10点っていうことでしょ。防御率が。10.00 でしょ。あ、なるほど、うん、はい。1試合も投げなかった場合。10.00 と見なすと。うん、見なす、はい、うん。そうしないとね。はい、だってもう、絶対投げないやつばっかりやっといたら、うん、全員 3.00 になるから、ね、そうですね。それって結構いい方だから、いい方ですね、うん、一気にね、8とかいくといますからね。そうそう、だからそうしよう、ね、はい、さあ、じゃあさあ、じゃあ、いきます。先発6人、リリーフ6人ね。うわー、防御率もう、でも好きな人からいこう。はい、うん、じゃあいいですか。はい、いいですか。はい、いいですよ。ドラフト1位、せーの、ライデル・マルティネス。おかえり。そりゃそうです、もうそりゃそうでしょ。これもう全球団防御率ドラフト1位だから、もうそうですね、な、1点と 0.00 で終わるかどうか勝負してんだから。はい、え、誰ですか。私もモイデロさんを先に。はい、ライデルだって大体最初に、前回も決めた気がします。前回僕がドラフト1位です。そう、あ、かぶなかったんだっけ、ライデル。多分俺がオスだろ。オスない。あ、そっかそっか。今年1位誰言ってる。前回は増田。あー、いや、おい、いや、そりゃそうでしょ、信用度はもうライデルさんですよ。まあ、防御率は、リリーフはね、うん、防御率がいい反面、ちょっと一回やらかしちゃうと、そうなんですよ、ね、すごい跳ね上がるっていう、安心感があるわけじゃないですか。ハイリスク、ハイリターンなんでね、うん、ここで問題がね、お前、規定投球回行くよなっていう、行かない時点でプラスアップは痛いからね。うん、OK。いや、ちょっと待ってね。はい、OK です。いいですか。はい、どうぞ。せーの、宮城。宮城。宮城、ここに。でも宮城大好きだから、勝ち星の上位って言ってるから。え、いや、私も思い出の一緒に撮ってます。好きだね。はい。外国人好き。外国人大好きなんで。先生誰？ゲラ。おー、阪神。阪神のゲラ。ちょっと信じます。はい。私も、もう2巡目決めました。もう決めた？うん。もう3巡目なの。はい。よし、OK。はい。行きました。待ってくださいね。うん、はい。大丈夫ですか。はい、せーの。乗本。え？乗本。乗本。最悪だよ。最悪だよ。元だろ。元だけ聞こえて。え？はい、せじゃあドラフト1位でいかないじゃん。そうでしたね。うわー、乗本先行けばよかった。うわー、乗本、乗本いるよ、俺乗本。頭ありました、乗本。全然あったよ、もう。うわー、
早めに取っとこうと思って。うわそっか、1位にすればよかった。ありがとうございます。うわ泣きたい2位のリモート取れなかった、泣きたいもう絶対誰も行かないと思ったのにじゃあここ行ってみよう。もう分かんないよ、よし、開け、せーの、渡辺翔太、安明、もう違うチームで行きました。俺も渡辺翔太、はい。そう、楽天さんは、うん、あの規定打席行きますかねっていう心配があるんですね、はい、みんなに。私じゃあ安明で。何よりこのね、規定投球回行くとか40試合投げる大事だよね。うん、そうなんですよ。無駄に行ってるね、別に投げるかっていう体力の部分と。よし、決めました。いやー、ほんと楽天苦しいねだからドリブルだったんだよね。はい、そうですえ、先生、次楽天行くの？行きます。え、じゃあもうやめよう。今私楽天行こうと思ったんですけど、だって潰し合いそう。そんなしないよ、一緒のこと考えてないよ。香川さんの方が知ってんだから。そうですね、確かに。え、本当ですか？潰し合いしないかとかって言いながら、あれが事実かどうか分かんないじゃん、そもそも。あんな顔見てやろうか。はい、いいですか？はい、大丈夫です。せーの、マズマ菅野投手、アズマ DeNA、 はい、松田投手ね、はい、絶対行くと思った。もう新人王の、はい、新人王にも入れてるんで、うん、新人王取れたらこれもいけるよ。この間ね、あの急遽ね、信じたい。あれ、佐藤さん楽天誰って言いました？渡辺翔太です。鎌田さんが、まあ、私が菅野投手。おー、早い、もうジャイアンツ消えたね。はい、楽天も消えました。もう俺じゃあゆっくり投稿取れる、はい、うん、取れますはい、絶対投稿に、うん、これでも先発6人をきっちり揃えるかどうか大事だからね。そうなんです、リリーフは人がいるので、誰かいるからね。そうなんですよ。これ松田どっちでいきます？ん、難しくないですか？いや、決めてよ今。あ、僕は決めていいですか？うん、そうしようよ。でも変わってもしゃあないですよね。うん、僕はどの枠で取ったか、どの枠で取ったか、どう思って取ったか。あ、僕は救援で行ってほしいから救援枠で取ります。はい、救援枠ね、はい、だから来て投球回行かなかったらプラス1点になるから、そういうことですでも、あ、救援枠だから、だから40試合登板しなかったらプラス1点ってことですね。だからいきなり先発になって来て投球回行ったとしても、うん、リリーフ枠だからね。ってことですか？でも健康 OK って言ってたじゃないですか。それは仕方ない。健康したらそっちでクリアすれば OK って言ってました。先発のクリアすれば。で、今はリリーフとして人数の加減なので、僕はじゃあリリーフは。よし、決めた。いいですか？はい、あー、どっちにしよう決めた。せーの、ヤフーレ。ヤフーレ、はい。私、西武平良。横浜の方の、え、違います、あの西武の平くんでお願いします。平、うん、で、佐藤さんヤフーで、先生は僕、ロッテの鈴木。あ、鈴木ね、あ、はい、あ、いいからね、はい、うん、次どっち行こうかな。平ね、だから選択肢が多すぎて、ああそうやなとかって思っちゃうよね。そうなんですよ。でも、まあ、西武は結構いますからね。うんうん、そう、選択肢がピッチャー全員ってなると難しいんですよね、どこ行くか。うん、多すぎて、あとリリーフなのかね。はい、そうなんですよ。どの枠でどこ行くかね。うん、オッケー。せーの、吉村勇気。松本勇気ね。松本勇気。佐々木朗希ね。気があったからいいよって。これはホークス松本勇気。はい。リリーフ。佐々木朗希。佐々木朗希。俺も佐々木朗希思ったね。来てた時、来てた時がいい。そうなんですよね。今年は行くと信じて。無駄のプラス1点を。確かに。はい。それはすごいある。うん、先生誰？僕、吉村。ああ、ジャイアンツの吉村さん。吉村さん、行こうか。OK。決めました。うん、せーの。斎藤佑樹。伊藤博美。私、栗林。あ、先生誰？僕、斎藤光輝、中日の。おお、え、まさき斎藤まさき最強じゃないですかでも、あの、1試合も投げへんから10点なんで1試合も投げへんから10点だよ。オフの成績だと最強ですけど先発もリリーフもいい人がいるチーム
っているじゃない、あるじゃないですか、うん、そうするとどこ行こうか迷いますよね、うん、先発絶対6人取んなきゃいけないからね、はい、よし決まった、俺私は決まった、はい、いいですか、はい、せーの、清水達也、清水達也、はい、中日、駒さんは私村上昌樹、もう終わって、村上昌樹、あ、村上昌樹、はい、阪神、僕、オリックスの東、はい、ちょっと先発1人か、ここ難しいよね、そうなんです、先発にするかリリーフにするかもんだね、はい、あ、中日も私も後でいい、お、ってことはもうこういってもいい、うわ、どこ行こうかな、OK、よし、いいですか、ちょっとここ行ってみようかな、はい、せーの、トコだ、うわどこだ、俺のもんやぞ、どこだ私、日本ハム北浦投手、ああいいピッチャーね、うん、欲しいですからね、いや、何俺のとこだ、返してちょっと、きついですね、それ、なくなったのトコだ俺、ここでこうなの、俺、トコだの先発はこう考えてたから、それ取れなくなってくると、他のチームの構成も変わってくるわけ、そうですね、どこが取れないんだと俺村上もし行ったわタラレバですタラレバね、どこが取れるから俺村上行かなかったのに、じゃあ先行っとかなかったらやっぱダメですよ、どこが取れないんだと俺村上行ったわ、 OK、 はい、あと2人でせーの、森下、最近、最近いいじゃないですか、阪神リリーフワークで行こうと思って、あ、岩崎とか桐敷とか、はい、に行こうと思ってたけど、もう先発枠にするしかなかった、そうですね、うん、カープのとこだから取れなかったわ、私もう先発、え、先発みんな好きな人取れたから、あ、この先生森下ね、はい、うん、OK、 私もあと自由なので、そうだ、はい、登録先生か、はい、せーの、山崎幸也、これ西武アブレイユ、おー抑えで欲しかったんですよね、小馬さんは、私 も、 あ、もあの今自由に選べるので、あと全部、これ多分もうね、あと全部自由に選べる、はい、これあとロッテ、ジャイアンツ、カープだから、はい、で、俺じゃあジャイアンツが候補、はい、で、カープが堀江、おー、僕ソフトバンクは大津で行きますね、大津、さっきも行きましたね、はい、オスナじゃなくていいの、オスナちょっと先発枠、先発枠でいい、先発枠でいかない、いけない、山寄ってロッテ、横山、沢村、沢田で迷ってる、エスパーダどうですかね、エスパーダ、それはもう沢田にしよう、お沢田、ロッテ、いや、沢村にしようかな沢村ね、でも40試合投げるやん、沢村ね、俺も沢村にするわ、膝はもいいな、いいっすね、投げそうだもんな、絶対投げですね、うん、僕、西武は今井で、うん、西武今井、今井先発枠で、うん、DeNA は僕、松本リリーフで入れます、 DeNA? はい、松本で、私、じゃあヤクルト、木澤、うん、楽天が酒井にしようかな、そこで俺先発6リリーフだ、楽天、酒井、木澤が、あ、オリックスと中日をどっちを先発、どっちをリリーフにしようか、すごいまであと1人なんで、ちょっと涌井さん難しいかな、規定投球回、まあ、中日いっぱいいますからね、涌井さんもおるし、小笠原さんもおるし、エスピノーザいるやん、エスピノーザ、あ、オリックス、いいっすよね、あ、確かにエスピノザにしようかな、いいじゃないですか、うん、先発枠、うん、で、中日を今、小笠原ってどうだっけ、小笠原何番だっけ、先発だから小笠原、小笠原先発です、うん、そうそう、どっちが先発でいいんでしょ、どっちにしようかなと思って、阿部ちゃんでいいんちゃう、オリックス、阿部ちゃん、いやマチャドでいいんちゃう、マチャド、マチャドいいけどね、うん、手投げるしね、ちょっとエスピノザかけてみようかな、よし、私じゃあオリックスエスピノザ、おお、で、中日をリリーフにしよう、新人リリーフ誰がいいですか、勝野投手はいい、僕やったら勝野入れるかな、
松山よりね、今年は。吉田輝星投手も頑張ってるんですよね。頑張ってますよ。2位にオリックス、山田とかね。ああ、使われるからね。うん。救援で。スピノーダじゃやめたんですか。今ね、どっちをリリーフ、どっちを先発ですっごい迷ってる。もうご飯食べてていいかな。早くしろっていう、ね。じゃあ、中日柳にしようかな。中日柳にして、オリックスのエスピノーザをやめて、うん、オリーフいっぱいいるからなぁ。めっちゃ、あぁ、でも、なんか、山田投手とかにしようかな。山田とマチャド、先生、どっちがいい？マチャド。じゃあ、マチャドで言ってみます。じゃあ、オリーフ、マチャド。よし、OK。先生は、ゲラ、大勢、松田、鈴木、吉村、斉藤豪樹、東、森下、山崎、幸也、大津、あと誰だと。ない。ない。セーブいない。先生、日本ハム誰だっけ。山崎。山崎幸也。幸也。あとどこだったか。DeNA の松本。夜は宮城、渡辺翔太、東、ヤフーレ、松本、伊藤博美、清水、佐伯、アブレイユ、戸郷、堀江、沢村。山本さん、モイネロ、幸也。モイネロ、安明、菅野、平、佐々木朗希、栗林、村上、北浦、木澤、柳、町田、坂井。はい。はい、OK!OK!、OK! 決まりました。さあ、ということで皆さんもね、一緒にやっていただいて、はい、で誰が勝つか予想してみてください。はい。よいしょ。